皆さんこんにちは、濱家の池松です。本日ご紹介いたしますのはこちら、ファクトリー900レトロの最新作 RF-043 のマットブラックを本日はご紹介いたします。オーバルのような横長の丸みのあるレンズシェイプ、そしてフロントの部分、フロントのここからテンプルにかけてひねりを加えているかのようなカッティングデザインに仕上げているという、アイテムになっております。この流線形の奥行きを感じさせる立体感と、この面構成の美しさも魅力的なフレームなんですけれども、今回のこの043はですね、ここの部分2点のかしめ止めというのを、技法を取り入れているというアイテムで、それが特徴になっているというフレームになっています。クリングスパッドもついていたり、バネ長板、スプリングヒンジ搭載されていますので、非常に掛け心地のいいフレームに仕上がっているというのが特徴ですね。なんといってもマットに仕上がってブラックとの違いはですね、ここの面構成が非常に分かりやすく手に取って見ていただけるというデザインに仕上がっているのが、このマットブラックの魅力になるかと思います。光沢ありもですね、この光沢感、キラッと光るここの部分も非常にかっこいいんですけども、この面構成はマットにすることによってより分かりやすく仕上がっているというのも特徴になるかと思います。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。こちらの方をかけますと、このような質感、印象に仕上がっているアイテムになっております。非常にかっこいいですね、この面構成。ここの光沢感といえばいいんですかね、光が当たってちょっと明るくなっている部分と、このブラックのこのコントラストも、魅力的なフレームになっているというのが、このマットの、魅力になるかと思います。光沢ありも非常にかっこいいんですけれども、黒ですとやはりかなり存在感強まるカラーになっておりますので、この光沢ありのこの雰囲気がちょっと強いかなという方や、もっと肌なじみがよく、迫力を感じさせるようなフレームをお探しの方に、このマットはとても魅力的に感じていただけると思います。このような印象ですね。こういう質感好きな方に非常に魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうか。また肌なじみのいいお色としては、こちらのカーキもあるんですけれども、やはり光沢ありとマットではかなり違うのはもちろんあるんですけれども、肌なじみのいいお色をお探しになる方で、このカーキとマットブラックどちらがいいかなというふうにお悩みの方には、このような違いになってきます。光沢感もあって透明感もあるというところで、ちょっと涼しげな軽やかな印象にもなるというのが魅力かとは思うんですけれども、このマットならではの質感、こういったものに魅力を感じていただける方に、ぜひマットを、お手に取っていただきたいなというフレームに仕上がっております。本日ご紹介させていただきましたのは、ファクトリー900レトロの RF-043 のマットブラックです。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。